さん、こんにちは。シードモーターサイクルです。今日は川崎の KR250 のご紹介です。こちらですね、1978年から81年にかけて、ロードレース世界選手権、を連覇したワークスマシンと同じ2気筒エンジンを前後に配置したタンデムツインという形式ですね。 249cc 水冷ツースト2気筒。どうぞ。それでは早速細かく見てまいります。スクリーンですね。スクリーンのネジ止め部がちょっと割れがありますね。見えますかね。と、ガタつきはなくしっかり止まっております。それから、右のこちらですね、ブレーキレバーちょっと擦っちゃってます。右のフロントウィンカーもちょっと擦れちゃってますね。で、フェンダー綺麗ですね。そしてアッパーの、ネジ止め部がちょっと割れています。こちらもガタつきはありません。フロントタイヤは新品です。ブレーキパッドは約3ミリです。そしてタンク。タンクはですね、非常に綺麗です。目立つ傷、へこみはないですね。若干擦れてますけどね。タンク内部は、錆が見受けられましたが、ごくわずかな錆といった感じですね。仕様に問題はございません。そしてシート。シートは、目立つ切れですね。切れ、傷、へたりはないです。ちょっとシミがあるかなという感じですかね。で、エンジン。サイドカバーにはですね、小傷ありますね。そしてリアカウルも小傷あります。で、チャンバーがですね、車外のチャンバーがついております。こちらですね、へこみはありません。目立った傷もないですね。で、リアタイヤ、こちらも新品です。ブレーキパッドは約5ミリです。発売から約35年以上経っておりますが、なかなかの綺麗な状態だと思います。それではエンジンをかけてまいります。
運転後のキックでの指導ですね。アイドリングも浮き上がりも良好です。敷地内を試乗しましたが、加速なども違和感なく問題なさそうです。ヘッドライト、ウィンカーホーン、ブレーキランプ、現時点問題ありません。スパークプラグ、ミッションオイル、クーラントを交換済みです。前後ブレーキフルードや、リアキャリパーのシールも交換済みですね。お電話でのお問い合わせ、ビデオ通話も受けたまわっております。常時500台ほどの車両を有しておりますので、見て回るだけでも楽しいかと思います。もちろん現車確認大歓迎です。皆様のご来店お待ちしております。はい、いかがだったでしょうか。川崎の、KR250 のご紹介でした。右2本出しってかっこいいですよね。そしてこちらがですね、走行距離が約 26,900 キロ、 250cc クラスなので車検はありません。ナンバー返納状態です。車両本体価格は99万円、登録代行手数料が 16,500 円ですね。納車整備手数料が、41,800 円、自賠責保険料が7,540円とすると、合わせまして、105万5,840円ですね。詳しくはバイクセンサーを検索してください。はい、そしてこちらが今回も適用となっております。ジャックスの低金ローン 2.9%、ネオバリアブルプランアルファですね。こちら、対象車両が50万円以上の車両で、お支払い回数が24回から最長120回払いまでですね。お客様のライフプランに合わせてお支払い形態が変えられるという便利なプランです。こちらを活用して川崎 KR250 をゲット、いかがでしょうか。ご検討してみてください。今日はここまで。高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。